こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はエルヴィン・ジョーンズさんですよ。何がすごいってことですね。もうすごすぎて神なんですけど、ただもうこの間質問あって、なんか適当に叩いてるみたいに聞こえて、何がすごいんですかって質問があったんですね。ご安心ください、僕もジャズドラマ始めた時全然わかんなかったです。みんなが褒めるけど全然わからないみたいな感じだったんですけど、やっぱりやっていけばやっていく方、あと僕は生で4回ぐらい見てるんですけど、まあこの1回生で見た時に、ああもうこれはもうレベチだなって感じがすごいしましたね。本当に神の領域じゃないかなと思いますが、まあ気づいていったところ、どういうところ、何がすごい、なんか適当じゃないっていうところへんが、まあいわゆるそのピカソの絵とかもそうじゃないですか。なんかこうやっぱりちっちゃい子が描いた絵とほとんど同じだけど、何かやっぱその凄さがやっぱ生で見たら全然違うんですね。初めてピカソ生で見た時に、あ、これはすごいわ。アイコンね、よくこういう雑誌とかに載ってるあんなレベルじゃないですからね。やっぱり生で見ると、こう油絵ですから、こう立体感もあり、この陰影とかこうなんかこう屈体かけてくるものがあるみたいな、こうもうエルヴィン・ジョーンズも生で見るともう圧倒されるって感じですね。まず目次ですね、まずどんなマンに言ったらどういう形の経歴を持った人かっていうことと、まあ音色音圧がすごいっていう話ですね。あと拍の捉え方、うねりっていうのがこの人はすごくあって、そういうところですね。あと拍が伸び縮みするっていうことですね。で、まあ、凄さが分かる名盤をちょっと5枚ほどご用意しました。もちろんね、もっともっと紹介したものはいっぱいあるんですけど、まあこういうところらへんがよく分かるかなっていうところの、この何曲目っていうところのポイントを解説してやっていきたいと思いますので、最後までご視聴お願いします。それでは始めていきましょう。まずどんなバンドにいたかというと、エルヴィン・ジョーンズさんっていうのはですね、もう音楽兄弟でですね、ハンク・ジョーンズさんというピアニストがいて、サド・ジョーンズさんというトランペットがいます。ハンク・ジョーンズさんはですね、なんかまあ兄弟仲悪いとよく言われてましたけど、最後晩年にはお二人でね、日本のブルーノートツアーも来てますからね、そういう形で。でサド・ジョーンズさんはカウント・ベーシー・オーケストラのトランペットであり、サド・ジョーンズ・メル・ルイス・オーケストラの、まあ、リーダーでもあるトランペッターの人ですね。なのでその三男坊ですから、まあだからドラムやっててみたいな、もうすごいことですよね、こういうのってね。なんかアメリカだと本当に兄弟でみんなすごい音楽家族っていうのが多いですが、やっぱりすごい人がいるとね、なんかやっぱ感覚で身につくんでしょうね。という形の、経歴というか、そういう生まれでいらっしゃいます。マイルス・デイビスのバンドとかソニー・ロリンズのバンドに最初の頃はいたんですけど、まあその紹介とかなんかで、まあマイルス・デイビスのバンドをジョン・コルトンが脱退した時に、エルヴィン・ジョーンズが入ることになります。でジョン・コルトンの黄金カルテットと言います。ベースがジミー・ギャリソンで、ピアノがマッコイ・タイナで、エルヴィン・ジョーンズ、ジョン・コルトレンの、この4人のもう神がかった演奏っていうのがあるんで、まあ、CD も全部そっちの方に行きがちなんで、ちょっといろいろばらけて、いろいろこうご紹介してみました。で、まあ有名なのはブルーノートレベルから、こうまあブルーノートってこう要はミュージシャンをこうパッて集めて、この会社の方から集めて、要はバンドのリーダーがこうメンバーを集めているというよりかは、会社の方で指名して集めてその演奏する。ウェイン・ショーターの有名な一番そのファーストアルバムのナイト・ドリーマーとかにも入ってますし、グラント・グリーンの、まあ、グラント・グリーン4枚、ラリー・ヤングでやってるやつ出てますし、あと、まあ、ラリー・ヤングのユニティとか出てたりとかして、結構有名なアルバムがいっぱいあるんですが、この辺のやつがまあ代表作ですけど、本当にいろんなバンドにね参加してね、本当にもう天才的なドラマーだと思います。こういう、活動をされてた方です。まず音色音圧がすごいんですね。まず腕太いし、体でかいし、でも細いスティック使うんですよ。だからこう繊細な音なんだけど、音がズシズシくる感じですね。まあ音にものすごい圧力があるんですけど、他の楽器の音が全部聞こえてくるんで、なんか美しいんですよね。でもなんかもう体揺すられるぐらい大きい音みたいなイメージがあって、まあ圧倒される感じですね。なので一緒に連れてった生徒さんがですね、こんなドラムの音は人生で聞いたことがない、これどうなってるんですか、どうなってるんですか、何回聞いて、いや俺も分からんよみたいな。多分他の人が叩くといつもの僕らが聞いてるドラムの音なんですけど、全く違う楽器みたいに聞こえるんですよ。ほんとすごいなと思って、いやもうこれはもう毎年見に行こうと思って、こうお正月にピットイン来てた時とか本当に毎年のように見に行ってたし、海外でもなんかコンサートとか何回見てますが、やっぱ生近くでね、ピットインみたいなところで近くで見ると、
わあびっくりするようなクオリティでしたね。本当素晴らしい、ドラマですね。まあ、腰が抜けるって表現されますね。もう後ろで見てると立てなくなるぐらいなんか感じがします。ものすごいあの音圧感と世界観がすごいって感じですね。で、まあ、細いスティックでものすごいエネルギーで、なんかものすごいエネルギーで叩くんだけど、やっぱりなんか線がこう細い線でこう分厚く描いてるみたいな感じ、なんとも言えない凄さなんですけど、本当にあの他のドラマとは全くこれ同じ楽器っていうぐらいのこう、まあ、上手い人ってみんなそうなんですけど、そういうこうこの音色感みたいなのがものすごいですね。でまあ音楽のスケールがめちゃくちゃでかいってイメージです。僕が見に行った時はね、結構比較的あの当時の若手の黒人メンバーと来てたんですけど、音楽監督でトロンボーンデルフィオだったんですけど、他のメンバー結構若手で、あんまりまだそんなに名前も有名じゃないっていうミュージシャンだったんですけど、みんなものすごく上手いですけど、もうエルヴィン・ジョーンズ一人だけが世界がものすごい大きいみたいなイメージだったんですね。だからこう音楽のそのこうなんていう奥行きみたいなのがすごい見える感じですね。僕はあのモネのね、あの大聖堂の絵がめちゃくちゃ好きなんですけど、もう絵を見た時にこのキャンバスのこっち側が見える感じがするっていう、そんな感じの演奏だったような気がします。だからもうとにかくね、こう生で見ないとわからないようなことばっかり言ってますけど、そういう凄さがあります。で拍の捉え方を変えたというか、うねりというか、まあ、有名なのは3連の細かい連打がうねりを感じさせる。まあフィリジョジョなんかでもそうですけど、3連をこういう感じでこうフィルインとして叩くというよりかは、ずっとこう拍がうねらせるためにちっちゃく叩いてる感じ。もうあくまで電子ドラムだし、あくまでこんな感じですよっていう感じですが、もう音源聞いてください。聞くだけで分かります。この3連の細かい感じがこうそのスイングのビートのうねりを感じる。要はスタタスタタスタタっていうのが、これはすごい溜まってるんですね。このスタタスタタじゃなくて、でくてくてくてっていうの細かいのがものすごいそれだけでうねってて、ちゃんとどれも表情がついてて、まあ、そういう、こう細かい音符でこう繊細なタッチで、なんかこう細かい音符でこううねりを感じさせる感じがしますね。でまあ以前のドラマよりも明らかに裏拍の深さっていうの、深さって何かっていうと、僕は裏拍ってこう溜めていいと思うんですね。例えばこう、つったつったつった、こうライドに近づかない、チッタ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 チッっていう、こういうのずっとここが深くなるでしょ。だからこう裏拍の深さ、こう裏拍がだん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 後ろにこう持っていかれるということね。でこれまあデクスタゴードなんかもそうなんですが、結局このタタ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 だと、こう一拍でこうタタ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 だと食べる限界がこう一拍だけど、二拍三連だったりとかすると、もっと後ろに持っていけるし、例えばこういう風にすると、もうこっちで考えると、もうこの拍の2の裏のはずなのに、こう3拍目より前の音符のはずなのに、3拍目よりも後ろにいるみたいなことができる。要は前の音ってずっと後ろストレッチして、で元に戻ってくるとバネがあるっていう風に考えるんですね。でこういう感覚っていうのをものすごくよく使って、こうバネがある感じ、ぐーって溜めていく。でもこれって元の拍が分かれなくなっちゃったら、こう結局こう弓矢と一緒だから、こう引っ張ったけどここ分かんなくなって戻しちゃったら飛ばなくなるんですよ。なのでギューって引っ張って、ここをぐーっとキープしてパーンって外すみたいな、そういうなんかイメージなんですけど、こういうこう拍の捉え方がすごい深いというか、こうドラムっていうのはリズムっていう風に考えてたんですけど、もう本当にまるでメロディーがうねってるみたいな感じの演奏の取り方をしてるので、だからやっぱり全音符で捉えてると、エルヴィン・ジョーンズってかなりインテンポですね。っていうか、もうほぼほぼインテンポですね。だったらなんかそこがこうよれた感じに聞こえちゃう。これがよれてるんじゃなくて、この軸を元にものすごくこうなんて溜めてるっていう感覚なんですよ。その辺の感覚が分かるアルバムを後でご紹介するので、一回聴いてもらうと、あ、なるほどって思うんじゃないかなと思います。
はい、拍が伸び縮みする。これはさっきもお話ししたんですが、あの拍自体の長さが伸び縮みするからって本人が言っててですね、まああるミュージシャン何のこっちゃって言ってましたけど、まあある意味ですね、コルトレーンバンドなんでよくあったらしいんですけど、こう歌を歌っていて自然にこう伸び縮みして相手に伝わってここが頭だよって分かった、これ最高のアンサンブルじゃないですか。インテンポではメトロノームに合わせなきゃいけないっていうか、それがなんかこうやっぱりあるインテンポであるとやっぱ爽快感があるんだけど、そのインテンポじゃなくなるとジャズの場合は指揮者がいないから合わせにくいでしょ。だからインテンポがルールになるんだけど、分かるんだったらいいですよねみたいな。だからまたそのうちやりたいんですけど、ポール・モチアンさんのね、晩年の頃のライブを僕はニューヨークで見てるんですけど、ドラマーがこうねリーダーだからさぞかし決めとかいっぱいあるのかなと思ったら、全編ルバートなんですよ。全曲ルバート、全然違うテンポが出てきて、こう違ってきてバーンってぶつかってなんか弾けていくみたいな感じ、全然意味わからないんだけどすごい美しいって感じのバンドでしたが、要はそういうこうテンポはないんだけど相手にここに行くっていうのが伝えられて、みんながそこに集まっていくっていう音楽であれば、これは全然いいわけじゃないですか。なので最高級の要はインテンポだと思うんですよ。でインテンポっていうのはあくまでもルールでね、アンサンブルするために、アンサンブルしやすくするために、心地よくするためのルールなんで、相手がみんなが理解できるんだったら、これは別全然こう拍の長さのビジネスももちろん空気感で分かれば、それってあるんですよね。で僕は浜崎渉くんとアルバム出しててですね、その中でフィリップ・ストレンジってピアニストとですね、で島田豪くんとでやってるんですけど、その時の演奏の中でダルマっていう曲があったんですけど、生徒がねどう考えてもこれ拍が合わない、でそんなことないって聞いてて、数えたら全然ずれてるんですけど、誰もよどんでない、誰もそのずれたと思ってないですか。でそれで気持ちよければ最高なわけですからね。だから基本ルール守らないとやっぱりみんな崩れがちだから、でも崩れないんだったら別にそれは最高だと僕は思ってますね。だから全音符でカウントしてるとちゃんとインテンポだったりするんですね。あとよくあるのはこの頭拍の後ろにねアクセントを置いて着地するんですね。こんな感じですね。このドルル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 ドバーンみたいな感じ、うまくできるかどうかわかんないけど、ワン、ツー、スリー、ファー、フォー、うたーんってやつ。ということはこれって裏に着地してるからシンコペーションのところに音がポンってあるので飛んで聞こえる、落ちた感じでもあるけど次に進んでいく感じでもあるってことで、こう拍をまたいじゃうのでここで拍がずれて聞こえたりしてめちゃくちゃ叩いてるように聞こえるんだけど、あえてそのきっちりしたところに線を引かないみたいな、マティスがこうわざとこうなんかの絵をこう塗っててこう絵の具をはみ出せて、はみ出すことによって起こる立体感とかそうい う感情とかっていうのをこう表現したのと一緒で、こういうこう枠にはまらないところにあえて置くっていうところが、まあこれはもうやっぱり最上級だと思います。凄さがわかる名盤、このアルバムめちゃくちゃ好きなんです。1曲目に入ってザ・タイム・オブ・バラクーダスっていう、このレインショーダがソロ取ってケニー・バレルがソロ取ってる時にだん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 熱くなっていって、ルビン・ジョーンズがそのままなんかこうバーって3年でうねって暴れるんですけど、こう徐々にボレロみたいに長い時間かけてこうマックスのバシャーンって音が来た時にメロディがサッて変えるみたいなね、こう役をゾクゾクしますから、これぜひ聴いていただきたいなと思います。このユニティですね、これすごい有名ですが、この2曲目はですね、ジョー・ヘンダソとか、ウディショー入ってなくて、これ2人でやってるんですけど、これのもうメロディーに対しての間の埋め方とかも素晴らしいですし、ドラムソロのとことかがもう本当にいろいろストレッチしてて、こう伸びたり縮んだり伸びたり縮んだりしても、でも大きく 1,2,3,4,1 テッテビリリっていうので 1,2,3,4,2,3,4,3 こうやって撮ってるとずれないんですよ。この辺をぜひ体験していただければ思います。はい、この凄さがある名盤3枚目です。ナイトドリーマー、これはショートブルーノートファーストアルバムですね、ブラックナイルっていう曲、これもセッションでよくやる曲ですが、これドラムソロワンコーラスソロやってます。これもドラムソロの伸び縮みがすごくわかると思います。最後入ってくるときにフェーってみんなずれて入ってくるんだけど、なんかこう頭がわかるみたいな、でその
入ってきた時の後の着地はみんなピタッて揃っていくんで、あの全然こうみんな拍がわからないとかじゃなくて、えここかなって思いながら入って、誰もがそこで確信して演奏続いていくんで、こういうこう凄さっていうか音楽を伝える力っていうのは多分あるんですね。こうすごいところだと思います。はい、この、ロバート・ハス3世、あのベーシストですけどね、このケニー・カークランドとエルヴィン・ジョーンズ、このアルバムすごくいいんですけど、このね10曲目のシーヤっていうやつの、ね、フィルインですか、なんかこんだけのフィルインやってるんですけど、すげえ難しくめちゃくちゃかっこいいって譜面取ったら、タンタウンウンタカトンだったんですけど、これちゃんと溜まってるんですね。この伸び縮みがはっきりしてるので、タッタトンの後のここの空間が、ピアノがバーンって入ってくるまでの空間がものすごいこう高いところからバーンって落ちる感じがします。これぜひ聴いてみてください。はいはい、次ですね、こうまあ、あのバラードなんかも、クレッセントのワイズワンとかも考えたんですけど、やっぱりあのデュク・エリントンとジョン・コルトレーンの1曲目のインナーセンチメンタルムードですね。これあのエリントンのこのタララララン の, ビあのこうバッキングがすごくかっこいいんですけど、この時ねこうバラードって普通ドラマーってこうブラッシュシャーってやるんですけど、なんかあっちこっちこういろいろ叩いて空間作りをしてるんですよ。でロールしたりとかスニアでね、それがものすごいこう空間ができる。普通はブラシとかでやらないとなんかくちゃくちゃになるんですけど、なんかもうすごい大きいタイム感の中でこう裏でずっとこう空間を制御してる感じがするんですね。これはもうすごいとしか言いようが、なかなか普通の人これ真似するとめちゃくちゃなっちゃうんで、もう本当にあのこういうことを発想でするっていうところがね、やっぱ神がかってるんじゃないかな。はい、もう一枚ですね。まあまあやっぱりこれでしょ、市場の愛、ジョン・コトレーン、もうこれはもう僕も大好きなアルバムですけどね、この2曲目のベースがソロやってて、コルトレーンと2人でドシャーンって入ってくるんですけど、この入った時のトップギア具合がもうフェラーリでトップギアでズドーン入ってきて、ずっと3連でうねってるみたいな感じがめちゃくちゃかっこいいですね。もうあのどの曲も好きなんですけど、この2曲目はもう本当に何回もヘビロテしてしまうぐらい僕はもうゾクゾクするあのドラミングだと思います。もうコルトレーンも素晴らしいですしね。はい、というわけで、まあコルトレーンとやってるやつで、例えばもうもっとフリーなやつとかもやっぱりこういうタイムの制御とかめちゃくちゃうまいんで、やっぱりそのエルヴィンがやってる時、ラシド・アリがやるとあのもっとこうフリーでこう自由度は増すんですけど、こういわゆるこのグルーブする感じっていうのはやっぱりエルヴィンがやっぱりフリーなのにグルーブしてるみたいな感覚がやっぱりこうエルヴィンがすごいとこかなって僕は思ったりしますね。はい、というわけでまとめになりますが、もう見れないけど、もうなくなりましたけど、生で見たら誰しもがただでもただものではない。やっぱね、初めて見に来る人がいてザワザワするんですよ。もうあの何これみたいなって思うレベルですね。神レベルですね。だからあのもちろん CD で聴くのも良いんですけど、生で見てから後で見たら、あこれはまあこうですよねみたいな感じの、もうそれ入りましたっていうぐらいの、もう本当にすごい、もうあのもうずっと聴いてたいなって思うぐらいこうバイブレーションがね、でもなんかもう刺激が強すぎてちょっと困るぐらいの、演奏ですけど、もう興奮して眠れなくなると、本人自身もねあのライブが終わると興奮して眠れなくなったりとかするレベルですけど、そういうこう相手にそれが伝わるぐらいのレベルだと思います。だってコルトレーンとか2人もね、あの黄金カルテットでやってる時とか1曲1時間とかもうトップギアでやり続けるわけですからね。それを積み上げていって一番高いところに音を落としていくわけですよね。だからこうちょっと聞きづらいと思うかもしれないですけど、やっぱり長い時間かけてこう高いところに音を乗せていくって感覚ってジャズミュージシャンやっぱり誰しもあると思うんですね。でこう時間をかけてやっぱワンコーラスコーラスのソロよりもやっぱり10コーラスのソロの方が積み上げがあるので、だからジャズボーカルってこうインストの人ってジャズボーカルをあんまりやりたがらない理由って、ジャズボーカルいるとどうしてもコーラスって2コーラス3コーラスで収めなきゃいけないじゃないですか。でもインストだったらもう自由に20コラスでも30コラスでもできるじゃないですか。その積み上げていってみんなでそこの最後の音に手が届いたって感じの
音がやっぱりこうジャズの一番醍醐味だったりするので、そこら辺っていうのはどうしてもやっぱりこうジャズボーカルでは入れないこう快感なんですね。そういう感覚をやっているので、特にコルトレンバンドっていうのはそこに対して特化しているというか、ものすごい高いところに音を乗せようとしている感じがこう分かるとめちゃくちゃハマる音楽だと思います。というわけでエルヴィン・ジョーンズこういうわけですけど、まあ普通になんかこうそんなに分かりづらいかなって今聞いたら思うんですけど、やっぱ最初の頃はなんかこう揺れててなんかこう適当に叩いてんなみたいな感じでやっぱり聞こえちゃうタイプのドラムかもしれないです。でも大きい幅は絶対変えてないので、こう大きなノリとかいうか音楽のこううねってる感じっていうのに忠実なドラマーだったんだと思います。というわけでそんな耳でこの今の今日の5選を聞いてみてください。すごいですから。というわけで、何か皆さんもっとここすごいよっていうのあったらぜひ教えてください。コメントの方もねお待ちしてますので、皆さんいろいろ書き込んでくださいね。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。